ローゼットで監督を務めた中野ひろとです。この作品を作ったきっかけは、大学生時代にコロナ禍で人との交流が少なくなってしまった際に、何か自分一人でもできることないかなと考えた際に、YouTube を始めたことがきっかけでした。高校生の時から友人たちと短編映画を撮影して遊んでいたことから、YouTube もとても楽しく続けることができました。そんな中、角川さんが第1回日本ホラー映画大会を開催するとした私は、今まで撮ったことのなかったホラーというジャンルに挑戦することを決意しました。ホラーといっても、大きなセットや舞台を借りるお金はなかったので、とても親近感のあるホラーを撮ろうと決めました。そこで考えたのが、日常の中に潜む恐怖というコンセプトです。皆様が住んでいる家にもあるであろうクローゼットを題材にすることによって、もしかしたら自分の家にもと思わせるようなホラーに仕上げることができました。また普段投稿している YouTube 動画も一人で制作していることから、この映画の監督、脚本、主演、編集もほとんどすべて一人で行いました。なのでこの映画に出てくる部屋もすべて私の部屋となっております。映画を作る経験というのはこの映画が初めてだったんですが、こうして多くの皆様に見てもらえることをとても嬉しく思っております。最後まで見ていただきありがとうございます。それでは。